僕が今日まあやるのは、俳句の世界で連句というのがあるんですけど、でちょっと僕の理解が間違ってるかもしれないけど、俳句、五七五ってあるじゃないですか、古い木やなんたら買ったとかあるんですけど、その五七五の、最後の句を次の人がまた頭の句にして、句っていうか、ちょっと変えるんだけど、例えば最後が、水の音とかだったら、次の人はその水また音を、連想に使ったり、水のなんたらとか、川でもいいのかな、川のなんたらとか言って、で最初の頭の句にする、でそこから句をまた五七五で読んで、次の人はその最後の五をまた頭にして読むというのがあるらしいんですけど、で今日はちょっと皆さんにその連句の現代版みたいなのをやってもらえたらなと思いまして、なんか連想ゲームみたいな感じで、だから今のあれなんか俳句である人はないし、詩みたいなのもいいし、歌でもいいし、歌ってもらってもいいし、ワンフレーズなんかこうでもいいし、話とかストーリーでもいいんですけど、それでちょっと一応制限時間を設けて、今多分10人ぐらい、7、8人ぐらいですけど、例えば2分とか言っても8人でやると16分ぐらいになっちゃうんですよ。だから2分ぐらいでどうか。で、ここから行くのでちょっとこう右回りっていいですか、ね、村さんからと順々にで、制限時間内に、一言でもいいし考えてもらって、で、次の人にまた渡して最初はどうしよう、このサインペンが黒いの、黒
運命の兄弟を探しに京都へ行った。連想するってことじゃないんですよね。いや、京都から連想してる。から連想。でも京都の言葉は必要。うさんくさい町。京都はうさんくさい町。じゃあやっぱりうさんくさいですね。嫌いな食べ物。食べ物で好きな
ものは華麗で美味しいよね。いや、さっき雑誌に載ってたのをそのまま言ってしまった思い浮かんだ。ちょっとブレイクしてください。